本日はアンプについてお話をしていきたいと思います。はい、はい、アンプを、どうやってするかじゃなくて、今日はアンプをそもそもするべきかどうかっていうお話になります。うん、そうだね。楽譜をじゃあ、見ないのはどういう時ですか。まず見ないのは、まあ、あの一人でソロリサイタルをピアノでやる場合ではもう、まあ、基本的にやっぱり見ないものとして、ね、やってるし、もちろんコンクールだったら絶対に、あのアンプで弾かなきゃいけないという指示もありということなので、まあ、あの絶対こう、ね、あのアンプするということがもう最初の条件として、初めからね、それはあるものと思うんだけれども、まあ、でもあの、まあ、僕はそのピアノプラスそのチェンバロをやりだして、であのまあ、チェンバロっていうのはあの基本的にそんなにピアノほどアンプをしようというもうなんか習慣はないじゃない、なので、そのアンプをするってことがどういう意味なのかってことをいろいろ考えるように、まあ、高くなってきて、であの前に何年か前なんだけどあの、ショパンの、オールショパンプログラムなんだけれども、ヒストリカルピアノでやったコンサートがあって、それがオリジナルのエラールとプレールを弾きながらっていうのがあったんだけど、でその時に、まあ、当然そのいつもはアンプして弾いてる曲をあの楽譜をここに置いて、で全部見ながら弾いてみようと思ってやったことがあったのね。でそれがねちょっと面白いこうなんていうか経験というかあの、ともかく難しいショパンを楽譜見ながら弾くって。だからその、ピアノソロで普段弾いてる時の、その意識の使い方と、チェンバロを、つまりバロック音楽をチェンバロで楽譜見ながら弾いてる時のこの、あの脳みそのモードが多分違う、ね、そうなんだよね、あのそう、モードが変わる感じするよ、モードが変わるんだよね、そうだからあの、そのチェンバロとか弾く時のアプローチをピアノの方にこう持ち込んだっていう感じだよね。そうだね、そう、だって、黒鍵のエチュードとか、楽譜見ながら弾くって本当難しい。だから、そうだよ。こういうことなんだね。だから、あのとっても大変なことなんだけど、まあ、でも、それをやってみると、なんかね、本当にアプローチがこう、違ってまず曲が見えてくるのと、アンプしてることによって、こんなになんかこう、いろんなことを、なんていうの、頭のね、こうその構造が変わってたんだっていうことに気づいたのだね。いや、だから今その楽譜を見るとむしろ難しいっていうのは、だから音楽のその性格がもうアンプで弾くのに適したものに変わっていったんじゃない。だからそのバロックから古典派ロマン派にかけて、そのやっぱりリサイタル文化とかが生まれたわけでしょ。ソロリサイタルっていうのがね、フランチスコ、ね、そうで、やっぱりそのステージで花形としてもうあの楽譜を見ないで一人で一晩こう、演奏するっていう、こう習慣が生まれた時に、やっぱりこうだからある意味その楽譜っていう存在があの演奏家をちょっとこうなんていうんだろう、演奏家の存在を少しこうなんかこう控えめなものにしてたのかもしれないね。そのつまり楽譜が取り払われたことによって、もう演奏家、その奏者個人にスポットライトがすごい直接当たる感じっていうのはあるよね。それは視覚的な印象かもしれないけど、そのステージの上に譜面もこう乗ってるわけじゃない、言ってしまえば、そう、それだけでなんかこうあの楽譜にこう向かってる演奏家っていう、つまりその作品を再現してるっていう絵になるじゃん、まず。そうだね、それがだから楽がなくなった時にやっぱりこうあのもう演奏者自身にこうなんか演奏者がなんかこう編み出したものが見えたみたいな風に見えるね、きっとね、そういう風に視覚的にもまず見えるし、演奏する感覚としても多分そうだよね。いや、僕は、楽譜を見ると、難しく感じる。だからそのさっきの話もそうだけど、でも、なんか楽譜
譜を、見て演奏する場合でも当然、見なくても大体覚えてるぐらいにちゃんとこう、なんて言うんでしょう、曲が体に入っていて、まあ、ちゃんと理解してるっていうことを前提として、そう、その上でこう演奏の種類を使い分けるために楽を見るか見ないかを選ぶっていう話になるわけじゃない、うん、そうで、そうだからそういう意味で言うと、僕は楽譜を見て弾くのがちょっと苦手。何かこうやっぱり楽譜、音符が目に見えてる状態で演奏してると、どうしても何かこうストッパーがかかってしまうというか、うん、自分のこの、うん、気持ちの中に、うんうん、もちろんそれは楽譜を見ながらそれでもこう自分を解放していく、こう経験をたくさん積んでいくことでもしかしたら克服できるかもしれないけれど、うんうん、もうすでに昔の、ね、演奏家でも楽譜を見る人と見ない人が、ね、だから、我々が今録音とか映像で触れることが、ね、できる演奏家でもそういう、ね、見る人と見ない人がいたからね、うん、そう、例えばそのリヒテルは、うん、そう、ね、うん、そう、楽譜を、見ることによって演奏に良い効果をもたらすっていうことを、うん、まあ、主張して、晩年はずっと楽譜を見て演奏してたんだよね。その、うんうん、なんかこう記憶力の衰えなんじゃないかみたいなこうことを言う、ね、言われてたりもしたけれど、うん、そう、つまり、積極的理由から楽譜を見るっていうのが、これが興味深い考え方。そうなんだよ ね、うん、そう、大抵はだからその記憶力に不安があるから楽譜を見るって、これは例えば消極的理由、うんうん、だし、もしくは楽譜を見ないことによって演奏が自由になるから楽譜を見ない、これもまあ一応積極的、ね、うん、理由だけど、演奏にこう秩序と明快さをもたらす効果があるから楽譜をあえて見るっていう積極的理由で楽譜を見るっていうのがね、そうだね、うん、やっぱり楽譜見ると勢いってなくなるんだよね、なんていうのかな、こう暴走することがなくなるから、うん、なんかいつも冷静にこう、うん、冷静にみたいなやっぱり演奏になる、やっぱり傾向はすごくあるのかなというのは、うん、だから演奏聞いてるとやっぱ思うけどね、リヒテルが言ってるよね、だからその、譜面を適切に再現していくためにこう冷静なコントロールが必ず必要で、でその曲が持ってる情感とかをその聞き手に伝えるためには、その叱るべき形で曲が再現された時に自然に聞き手の心の中で生まれるものだから、うんうんうん、いいこと言うね、そう、だからそう、だからこっちで演奏者側でこう常にこうなんていうの、興奮してる必要はないっていうことだよね、うん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 、いやそれ自体はすごくうなずける話、うなずける話だけどね、そうまあ片や、うん、もう絶対に楽譜を見ない人もまあね、うん、絶対楽譜を見ない人もいるね、例えばグールドとか、あー、グールド、ね、グールドは録音、うん、まああれ、ね、録音といっても映像撮ってるからちょっと分かんないけど、うん、まあでも基本的に録音でも何でも必ず見てないよね、見てない、ね、うんうん、その室内楽とかでも見てないもんね、そう、でも見てないね、うん、そう、うん、まあだからきっと彼も、まあ、もちろん記憶力が優れていたという面もあると思うけど、うん、まあでも言ってしまえば覚えることは別にやろうと思えばできるわけで、うん、それよりもやっぱりその楽を見ないことに対するこう自由さがあったんだね、楽を見ないことによって生まれる自由さがあったんだと思うね、うんうんうん、実際に こういう低い位置でこう見てると楽は見えないかもしれないけどね、そうね、いつも低い位置、ね、実際はね、バイオリニストだとどうなの、バイオリニストはいろんな人がいる、楽譜見て弾く人も、例えば、ギドン・クレーメルとか、結構コンチェルトでも楽譜見たりするし、うん、あとはまあ、うん、結構そうだね、オイストラフとか全然見ないし、新しい曲でも、そう、うん、あ、でもそうか、ソナタは見てるか、ソナタは、あ、ソナタ見てたっけ、ソナタ見てる、うん、ああ、そっか、
見てる時と見てない時があって、リヒテルが見てる時は見てる、だからリヒテルと一緒の時は見てる。そういうことか。そう、うん、コンサートね、聞きに来てくださるお客様に、まあ一応こう知っておいていただきたいのが、覚えているか覚えていないかっていうことと、あとはあの楽譜を見るか見ないかっていうことは、別の問題だっていうことですね。そう、覚えてないから見てるわけじゃないし、うん、覚えてるから見ないわけでもないし、そう、そこはあくまで、演奏する時の、気持ちの問題や、音楽、その時求められてる音楽、その時伝えたい音楽にとってどの方法がこう、適してるかっていうことをその都度選択してるだけの話っていう、うんうんうん、ことですね。それをね、知ってもらえたらね、と思います。うん、思います。